CS ファイナル第3戦、今日は岡崎大輝さんのファーストピッチセレモニーがありました。満面の笑み、このピッチングも素晴らしい球でした。黄色いパンツも目立ってましたね。そうですね、はい、安心ファンの皆さん、なかなか黄色いパンツ似合うんじゃないですか。いや確かにそうですね。虎柄のグローブ、素晴らしい球、岡崎体育さんのファーストピッチセレモニーでした。大竹と床田の先発、まあ、アドバンテージ含め、3勝ファイナル突破進出をかけた今日の一戦、このプレーからスタートしました。木浪ファインプレー、昨日のサヨナラ打の流れ、守備から入りました。ただゲームはやはりこの2戦と同じようにですね、はい、カープが先手を取ります。坂倉のライトへタイムリー、今日は8番に入ったという坂倉。ただ床田を攻めたタイガース、チーム初ヒットは中野、 CS 初ヒット内野安打、4回に出ます。で森下倒れ、大山フォアボール、佐藤倒れ、ノイジー、うまく食らいついてきました。技術の詰まった1本でしたね。そうですね、うん、はい、1対1の同点に追いつきます。で坂本は初球でした、したたかに狙っていた。この1点が非常に大きかったですね、はい、これで逆転をしますタイガース、2対1。坂本もこのタイムリーが CS 初ヒットとなります。ただ5回表カープ追いつきます。昨日おとといなかなか取れなかった2点目、堂林犠牲フライ、すぐさま同点に追いつきます。大竹のボールっていうのがちょっとねこう中盤あたりから浮き出したかなというところはあったんですが、まあ、本人も言ってましたけど、うん、やっぱりちょっと力みすぎたなっていうのが、はい、ありましたね。ここなんかね、まっすぐで押しましたから。続くピンチはね、上本を三振に打ち取り吠えました。で6回、岡田監督も当の MVP2 イニング切り式、素晴らしいピッチングを見せました。6回三者凡退で6回裏ツーアウトから佐藤センターヒットで、ノイジーがフォアボール。ノイジーは今日は打席で本当にいい仕事をしましたね。そうですね、冷静に見極め、あの床田もねこの回までだろうというところでギアを目いっぱい上げていたという中で、坂本がしぶとい勝ち越しタイムリー。ノイジーは三塁でアウトになるんですが、3対2、坂本は勝ち越しタイムリー2本の活躍です。で桐敷が2イニング進め、小園三振、堂林も三振、ガッツポーズを見せました。流れを完全に、ね、止めましたもんね。そうですね、はい、難しいところですよね、勝ち越した後で。7回カープ2人目矢崎から木浪ヒット、代打小畑、素晴らしかったですね、この1球で決めるところあたりが。1球で送りバント、 CX 今年初出場で、ね、はい、1球で仕事をしました。矢崎もなかなかコントロール定まらないというのはタイガースファンの後押しもあったんじゃないかという金沢さんの話、はい、間違いなかったと思います、はい、森下が押し出しのフォアボールを選んで4対2、タイガースが大きな1点をもぎ取ります。8回この CS 初登板、岩貞、西川を三振に取ります。でその後ランナーを許して石井にスイッチ、中野ファインプレー、これも1球でした、代打聖金、素晴らしい。でここがしびれる場面でしたね、はい、ツーアウト1、2塁ピッチャー島本に代わり代打松山、1球で決着がつきました、ライトフライ、森下選手もよく取りましたよ大事に絶対に落とさないんだという気持ち、ピンチをしのいだタイガース、4対2、9回、6人目岩崎、少しね3連投という影響も見られたんですが、最後はしっかりと西川を打ち取って試合終了。4対2でタイガース、このクライマックスシリーズでファイナルステージ3連勝、アドバンテージを含めて4勝、
見事ストレートで日本シリーズ進出を決めました。素晴らしい投打にわたってシリーズ通りの野球をしたタイガース、まあ、カープもねこう白熱のものっていうのを見せてくれたんですけれども、そうですね、素晴らしい接戦の3試合となりました。